仲間に負けた現実が精神の落とし穴に2人を追い込む。鶴という名の空回りはただ混乱と苛立ちしか生まなかった。さらに七子の放つ正論攻撃が彼女の心にとどめを刺す。立ち直る術を失う杏里、過酷な戦いがエースの心をバラバラにしていく。誰もが彼女に慰めの言葉を持ち得なかった。次回、せめて自分らしく。